はい、どうも、百鬼にです。今回、キャンドゥに行ってきました。今日気になった商品、こちらになります。粘着お掃除クリーナー。税込み330円の商品になりまして、ジェルクリーナーですね。ここにもありますけど、隙間のホコリ、ゴミをキャッチということで。ダイソーさんとかでも結構売ってる、まあ前に紹介したこともあるんですけど、ジェル型のね、クリーナー。それが、今回こ、キャンドゥの方行ったらね、330円で売ってました。これキャンドゥさんの商品なんですけど、容量が 170g ということで、なんかこういう、なんていうんですかね、ハンドクリームみたいなね、なんか変わったケースに、しっかりしたこのケースに入ってたんで、最初なんだこれはと思って手に取ったら、まあジェルクリーナーだったんで、ちょっと気になって買ってみました。まあどんなものかね、早速ちょっと見ていきたいなと思います。百鬼に。ほんとね、ハンドクリームみたいなケースに入ってるんですよね。はい。で、蓋を開ければ、よ。もうこんな感じに封されてますね。剥がすだけ？特にね、剥がし口があるわけではないんで、破るなりして剥がすんだろうと思うんですけど。ちょっと剥がしますね。よいしょ。封剥がしてみたら、もうこんな感じのね、すっごいプルプルのスライムですね、これ。ほぼ。で、ちょっとね、湿ってるというか、ちょっと水分量多い感じのスライムって感じです。結構指にね、液体がつくってわけではないんですけど、すごい指先が、しっとりする感じですね。すっごい柔らかいっす。こんな感じで。ちょっと全部出しちゃうとこんな感じなんですけど、こういう、ほぼ、スライムと言っていい方が正しいでしょうね。で、まあ、多分、ぎゅっと、こうやってちぎれますし、まあ、ある程度伸びます。はい。で、まあ、揉み込めばね、スライムとかと一緒で、まだ一体化する元に戻りますから。で、まあ結構ね、指先しっとりしますね、これ雰囲気が。そうですね。だからこれを、まあ、キーボードだったりね、細かいとこにこう押し付けたりして、まあ、ホコリを取るというグッズのようなので、ちょっとまたキーボードをちょっと探してきます。ちょっとまた放置してた、そんなにね、むちゃむちゃ汚いキーボードではないんですが、ちょっとやってみましょうか。ちょっと一部ね、取って。まあ、この辺ね、そこの方がちょっと汚い感じなんで、まあ、そこに押し当ててみましょうか。取れるかな？と、めっちゃ綺麗になりますね。まあ、そんなにね、こいつ自体にくっついてる感はないんですけど、この N のね、B と N の間行ってみますか。かなりホコリ溜まってますからね。これを、まあ、パッと置いて取るだけでも、まあまあ取れます。こんな感じで綺麗になりますね。結構綺麗になってる感じがします。どうですか？今すごいホコリまみれな感じがすると思うんですけど、これをこう置いて、まあ、ちょっとね、こいつ自身も、見えますかね。よく見ると、すっごいホコリをね、吸収してます。はい、で、まあ、これをこうやって。あ、いいな、これめっちゃ綺麗になる。うん。結構、この隙間のホコリ、吸着してくれてますね。もう一回ありますね。はい。で、こうね、にゃーっと。ちょっと押し付けるだけでもだいぶ違います。こうやって。いきますね。このルのとこね。これ乗っけて、ニュって。ね、結構これ汚いの取れてる感じはしますね。大量にね、ケースの中にたくさん入ってるんで、まあ、小分けに取って、必要な分だけ取って、こうやってガーッとやってしまったらもう汚くなったら捨ててしまえばいいんで、そういう意味でも、まあ、100円で売ってましたけど、他ダイソーさんとかでも、
意外と全体的にいいなと思いますし、これね、ちょっとね、しっとりしてるから余計に、ホコリの吸着は結構してくれてる感じがすごくします。意外にしっとり感がいい感じにホコリ取ってくれてますね。しっかりやれば、ほんと結構スッと取れますよ。そんなに何て言うんですかね、プチプチ切れる感じもないし、まあホコリだけがすごく取ってくれてるんで、まあ気にならなければそのまま何回でも使えそうですけど、まあホコリが気になってね、戻すの嫌だっていうんであれば、もう捨ててしまえばいいかなと。はい、使い捨て感覚でね、やればいいんじゃないかなと。まあこれぐらいの量だったらね、多分キーボード1個分ぐらいは、全然これだけで掃除できますよ。いい感じに、そんなに力なくても、ちょっと押し付けるだけで、ホコリの方ね、吸着してくれてる感じはあります。あ、いいな、これ。ほんとね、すごいしっとりしている感じなんですよね、このジェル自体が。で、今までね、売ってたやつって、ブルーとかでね、多分色が目立たない感じだったんで、これね、カラーが白なんで、まあかなりホコリとか取っても、目に見えて、あ、ホコリついてるなってわかるんで、その辺は、その辺で、良さげで、まあ、捨てる、使い捨てっていう感じは若干しますかね。このままね、さすがに、このホコリまみれのやつを、このね、元のケースの中にこう入れるの、ちょっと抵抗出ますからね。少量ずつ使って、もう、使い捨てということで、一回ごとに捨てるのが一番いいのかな、というふうには思います。で、あんまりね、これ放置したりしたら、やっぱりこの残ってしまう感じがあるんで、まあある程度のね、タイミングで外す。まあずっとこのつけっぱなしにして放置したりしない方がいいようには思います。まあでもこういうジェルね、隙間掃除にはほんとすごく便利ですね。あとは、まあ、ホコリはね、布とかにはね、あんま向かないんですけど、まあこういうさっきのキーボードだったりっていうのには、便利に掃除はできそうです。これ今見てもらっても見えますかね？このね、マットに押し当てて、ちょっと擦ると、若干ここら辺色がね、水分がついてるのか、若干色変わるんですよね。ちょっとわかりにくいんですけどね。一応、ま、この商品自体に、薬品的なものもね、多少入ってる、と思いますんで、まあ、防腐剤とかもついてますからね。この手、今手、こう、触った手で、そのままね、まあ、物を食べたりとか、目をこするとか、まあ、そういうのはしない方がいいですね。一度やっぱ使った後は手を洗って清潔にする。それは必要かなというところです。でも本当これはね、100円で売ってるね、ジェルの、こういうタイプの掃除機、ジェルクリーナー、もありますけど、これ結構ね、大容量なんでね、容量も多いから、まあまあ、ちょっと値段330円で、ちょっと値段張りますけど、今掃除した感じだと、使い勝手は良さそうなジェルでした。最初ね、触った感じはほんとなんかね、すごいしっとりしてるんですよね。この今手もね。でもそんなむちゃむちゃ水分があるわけではないので、まあキーボードのホコリ取りには、すごく今、簡単に取れて良かったです。こちらがキャンドゥさんのね、自社の商品のようですので、ジャンコードこちらになります。粘着お掃除クリーナー。気になる方はね、キャンドゥさんの方にこちら探しに行ってみてください。ちょっとね、わかりにくいところにありましたけど、まあそういう電気小物とか、パソコングッズを置いてるコーナーに、ポンと置いてあったんですよ。だパッと見は電気製品に関係するものに見えない。ね、まあこれ見ても、パッと見ね、ハンドクリームだったり、そういう系統の、ね、なんか商品かなって思っちゃうんですが、こちらがお掃除クリーナーのジェルになりますので、こちらを気になる方は、キャンドゥに探しに行ってみてください。じゃあ今回はこの辺で、また気になる商品見つけたら紹介したいと思います。それでは。